同色祭へのうち、軍取図、同色祭へのうち、追い松白鳳図、同色祭へのうち、南天温度図、同色祭へのうち、軍与図、同色祭へのうち、池辺群中図、同色祭へは、近世日本の画家、伊藤若冲の代表作の一つ。江戸時代中期にあたる宝暦7年頃から明和3年頃に、かけての時期に、制作、30幅からなる、日本画であり、 動植物を描いた、彩色画。三の丸なお倉肝臓。拳本着色。鳥、鳳凰、草花、魚介類などが、様々な色彩と形態のアラベスクを織りなす、華麗な作品群である。綿密な写生に基づきながら、その画面にはどこか近代のシュルレアリスムにも通じる、幻想的な雰囲気が漂う。また、当時の最高品質のガギヌや絵の具を惜しめなく、 使用したため、200年以上経った現在でも、保存状態が良く、退職も少ない。同職祭英は、釈迦さん存ずとともに、両親と弟、そして若中自身の英体供養を願って、小国寺に寄進された。同職祭英の名前は、この時、若中自身が書いた寄進状の中で、同職祭英と記していることに由来する。若中は、山川草木しっかりの思想を、 観音行にある三十三王神になぞらえて描き出したと考えられる。小国寺では毎年六月十七日に御守される観音潜望会の折にこれら三十三福をかけて参拝者に一般公開し、参道は出展が立ち並ぶほどにぎわったという。明治二十二年三月、釈迦参尊図だけは寺に残し、若中の寄進状と倍差沖縄の一行書とともに、 明治天皇に献納された。この時の貸金1万円のおかげで、小国寺は廃物希釈の波で急防した時期でも1万8000坪の敷地を維持できた。皇室御物となった同色祭絵は重要な品格を迎える祭の装飾として、その都度使用され、同色祭絵の力強い病線とのおえは、明治宮殿の洋風の内装ともすく調和したという。また、 明治37年セントルイス版国博覧会では、川島織物が、同色彩への内織物に適した15幅を、綴り織りで再現し、重複をパネル仕立てにしてはめ込み、天井にも、弱中の草花図を元にした、染色品をはめた弱中の間を出品し、金賞1枚と金牌2個を受賞している。現在は、宮内庁が管理しており、2007年に、 小国寺において120年ぶりに、同色彩園全30福と釈迦散ゾーンズが同時公開された。2009年には、東京国立博物館において、東京では93年ぶりに全30幅が同時公開され、さらに、着中生誕300周年を記念して2016年には、東京都美術館において、東京では初めて、 同職祭へ全三十福と釈迦三尊図が同時公開された。明治二十二年、釈迦三尊像は小国寺に残り、同職祭へは上述のように皇室のおものとなった。本来は法要の折に小国寺において道内を称怨するため、セットとして一堂にかけられたものだったが、それ以来別れ別れになっており、現在、釈迦三尊像は上天閣美術館、 同色祭へは三の丸なお倉館に所蔵されている。明治22年以降、全33幅が一堂に転換されたのは以下の4回だけである。2007年5月13日から6月3日、上天閣美術館、会期、足利義満600年記記念弱中点120年ぶりに実現した初めての記念すべき一堂転換である。主催、小国寺。 日本経済新聞社、足利義満600年記を記念して2012年3月30日から4月29日ワシントンナショナルギャラリー、西立、伊藤若中日本課長が展開外で初めての一同転換である。主催、宮内庁、日本経済新聞社など日本が3000本の桜をワシントンに寄贈して100周年になったのを記念して2016年4月22日から5月24日。 東京都美術館企画展示室生誕300年記念弱中展東京で初めての一同転換である主催東京都美術館日本経済新聞社 NHKNKH プロモーション伊藤弱中生誕300周年記念として2018年9月15日から10月14日パリシリズプティパレ美術館1階大フロア弱中同色祭へを中心に ワシントンに次ぐ、海外展である。主催、国際交流基金、日本経済新聞社、区内庁、パリ市立リプティ、パレ美術館、パリミューゼ日仏良政府が連携して、パリを中心に開催する日本文化の祭典、ジャポニズム2018の柱の一つとして、日本側が発案した、制作時期の区分は、辻信夫の三季節に基づく。副題は、弱中の善の死でもあるそう。 大天剣常の富士京和楽器に記されたもの。法暦7年頃から、法暦10年頃、法暦11年頃から、明和2年頃、明和2年頃から、明和3年頃、同職祭へのうち、ありがとうございます。